まだここを出るわけにはいかないわ。最後まで私は自由にはなれないのね。身の丈に合わない夢を抱いてはならないっていうの。ちくしょう、紫の涙。こんなやり方で片付けるとかないだろう。何がどうなってんだよ。なんだよこの煙は。はあ、信じるしかないか。一回だけ言うわ。私は回りくどい言い回しが本当に嫌いなの。だから口数を増やさないで、聞かれたことだけに答えて、もちろん質問もしないで。あなたはどこから、そしてどんな目的を持ってここにどうやって入ってきたの。はあ、誰だよお前。胃がムカムカするな。ああ、足が。私は警告したわ。そしてあなたは破った。もう一度聞くわ。あなたはどこから、そして何が目的でここに、そしてどうやって入ってきたの。普通に歩いてて気がついたらここだ。どうやって入ってきたかは知らないって。くそ、右足から血がドボドボ出てるじゃねえか。こんなわけもわかんない場所に来るつもりなんてこれっぽっちもなかったってのに。俺は午後1時くらいに起きて、なんとなしに13区の路地を歩いてた。外に出たついでに今週のスペシャルサンドイッチを売ってるハムハムパンパンって店にも寄ろうとした。とにかく金は出てくし、仕事はないし、ワンオペ事務所でも俺一人でなんとか食ってけ。話が長いわ。次は残りの左腕と左足を。目的もなくここに来た方法も知らないって、あなたは誰。ただの土底辺のフィクサーだ。ここは一体どこなんだ。お前は誰だ。一気に二つも切るとか反則だろ。質問は私からよ。名前は。ローラ。いいわ、ここは図書館よ。そしてまだゲストを呼ぶ前のね。なのにあなたが突如現れたの。ここに招待されてないゲストは絶対に入れないよう設計するため、骨が折れたというのに。くそ、手足だけが俺の仕事道具だったのに。心情する金も代わりももうこれ以上ないんだよ。気絶したわね。起きて。足が、俺の腕。なんだよ、何もなかったみたいにくっついてるじゃねえか。これでまた腕を振って歩けるはずよ。前の体より使いやすいようにいくつか再構成も施しておいたわ。あなたは無断でここに入ってきたけど、私も一方的に奪ったから、それに対するお詫びの印よ。私は我慢強くて思いやりがあるから。我慢強いとかよく言えるな。素直に感謝してもいいのかこれ。あとそのなんだ、例の警告ってさすがに撤回されてるような。そうね、あなたが気絶してる間に私もいくつか考え事をしてたの。結論はこうよ。あなたはここで私を手伝うの。はあ、近頃の組織はこんな感じで誘拐するのか。それともここはどこかの翼か。特異点研究の実験対象者をあちこちから誘拐してるって聞いたんだが、俺の知り合いも実験のせいで次元をさまよう羽目になったんだよ。俺の運命って結局そんなもんだよな。ここは図書館よ。どういう組織のことを言ってるのかはわからないけど、少なくとも翼ではないわ。興味ないよ。結局俺はここに閉じ込められて何かを絞り取られるんだろ。そうね、あなたを生かす理由は2つよ。1つ目、招待されてもいないのにここに入ってきたことへの分析。理由がわからないままあなたを追い出したり生かしておくのは図書館にとって大きな危険要素よ。まあ
これからはあなたも私の許可なしでは出ていけないけどね。二つ目、私はこれから都市に関する本を得ながら、たった一つの絶対的な本を手に入れるの。このプロセスを手伝ってもらうわ。あなたは都市で生きてた人間だから、いろいろと助けになることを期待してるわ。いつかこうなるって知ってたよ。知らない間に消えた人間が肉の塊になって見つかったりもするし、気の緩んだ運のないやつだなって笑ってたんだが、いざ同じ目に遭ってみると、そんなもん関係なしに急に怒るやつじゃんか。命に関しては心配しなくていいわ。ここでは私の許可なしで死ねないから。くそ、イカれた研究所みたいなやつだったのか。生きたままトウモロコシとかゼンマイとか腹にぶち込んで口からポップコーンを出す人間ポップコーンマシンでも作ろうってのか。ほんとハズレ中のハズレかよ。いっそきれいさっぱり殺してくれた方がまだマシだ。今度またそんな寝言を言うのなら、その人間ポップコーンマシンとやらにしてあげる。私はね、意味もないザレ言にいちいち反応する馬鹿げたことをとても長い間繰り返してきたの。すみませんでした。正式に挨拶するわ。私はアンジェラ、この図書館の館長でもあり司書でもあるわ。アンジェラ、いい名前だな。それで俺は何をやればいいんだ。図書館に招待されたゲストの応対をしてくれればいいわ。私がどんなゲストを呼ぶか悩みながら招待状を作るから、あなたは招待に応じて図書館に来たゲストを接待すればいいわ。あなたは都市で生きてきたし、フィクサーの仕事もやってきたらしいから、様々なゲストを私より上手に接待してくれることを期待してるわ。とはいえ落ちこぼれの救急フィクサーだけどな。接待ってなんだ、ショーとかウェイターでもやるのか。文字通り入場してきたゲストの相手をしてくれればいいわ。もちろん物理的な意味で、図書館はゲストに試練を与え、その過程で本が開かれるのよ。試練を克服したゲストは本を得る資格があるわ。応対の過程であなたが死んでも、それは一時的なものよ。図書館が閉館すればあなたはまた起き上がるの。この場所では私の許可なしでは眠りにつけないから。お前もしかしてフィクサーになんか変な幻想を抱いてないか。それも救急フィクサーに。俺そんな有能なフィクサーじゃねえよ。私の知ったことではないわ。マニュアルは準備したから、方法は適当に探して。ざっと見たけど大体は分かった。でこの招待状はどうやって送られるんだ。招待状を開いてゲストに提供する本を登録すればいいの。そしたら招待状はごく自然な形で送られるはずよ。こちらで用意した本が必要なゲストに。そんないい加減にやって本当に送られるのか。招待状は図書館と同じで丹精込めて生み出した私の作品よ。そう、コンパスみたいなものって言えば分かりやすいと思うわ。方角を指し示すあのコンパス？そう、招待状は私が欲してるたった一冊の本に導いてくれるはずよ。そして本によっては招待状が赤くなる時があるの。赤い招待状は物語を進めるゲストを知らせてくれるの。赤い招待状の意図に反すればこの場所で泊まるということ。招待状を受け取ったからってそのゲストが必ず来るとも限らないんじゃないか。来るわ、そうなってるの。そしてゲストは自分の意思で招待状を受け取って図書館に入場するのよ。都市にしてはよっぽど公平なやり方だな。誰も彼も他人に同意もなく命を取られるのが普通だし。それはそうと、本を手に入れたら次はどうなるんだ。図書館は壮大な可能性の空間なの。私ですら図書館の無限に広がる空間、そして
力を計り知ることはできないわ。だから本を通じ、図書館を満たして完成させていくの。そして手に入れるの。私とこの図書館を完成させてくれる、たった一つの完璧な本を。完璧な本か。その本も俺の知ってる本とはきっとまた別物だろうな。おい、グズグズしてないで早く拾え。いつ椿協会の奴らが来るかわかんねえんだぞ。私なりに頑張って拾ってるんだってば。こいつ中身が変にくっついてて綺麗に取れないの。こんな身体改造施術見たこともない。どう見ても内臓の状態が変だ。本当にくそ、足音が近づいてる。綺麗に切り取るとかいいから早くぶっこ抜いて拾っとけ。このままじゃ俺たちの首が飛ぶ羽目になるぞ。体の中にどうしてこんなのが入ってるんだろう。どうでもいいから一旦拾え。時間がないぞ。大体終わった。走れ。危なかった。肝っ玉が太いよピート。椿協会の担当区域でこんなことをやらかすだなんて。俺らにはこんな仕事しか残ってねえよ。這いつくばっても上に登るしかない。絶対にな。俺の夢知ってるよな。いつか裏路地の指のどれかになるってやつ。近頃はお前みたいに夢があるやつの方が珍しいよ。とりあえず集めた内臓を売りさばこうか。捨て犬に出す上納金から用意しないと。そうだな。今回の金が俺らにあの組織の下に入るチャンスをもたらしてくれるはずだ。じゃあ本日の収穫を見るとするか。おい、お前らふざけてんのか。真面目に拾ったんだろうな。だから言ったでしょ、まともな臓器が入ってなかったんだって。俺はエンケファリンとかの薬漬けになった内臓だと思ってたんだよ。もう誰かが蜂の巣にしてるレベルじゃねえか。俺らは確かに麻酔剤だけで仕留めたよ。手は一切出してないんだって。ありえない。それなら内臓に穴が開いた状態でほっつき回ってたってことだろ。もしかしてあれとか。噂によると人間を生きたまま縫って人形にするやつがいるって聞いたんだけど。それは俺も小耳に挟んだから知ってる。でもこの内臓を見てみろ、全然違うだろ。その人形は肉や骨を縫って作られたって聞いたぞ。でもこいつは傷一つついてなかっただろ。そういえばうなじに丸くてオレンジ色の文様がついてたりはしたな。入れ墨かと思ったんだけど、入れ墨入れそうなやつじゃなさそうだったんだ。社畜っぽかったし。文様、入れ墨。くそ、まさかヤブをつついて蛇を出したんじゃないだろうな。それだけじゃなくてこんな封筒も体の中にあったけど。なんで封筒が体の中にあるんだよ。もうわけわかんねえな。よこせ。図書館の招待状。なんだこれ。本？図書館で本を手に入れられるって。何バカげたこと言ってんだか。結局外れね。上納金は明日よ。正確には約7時間残ってるわ。また内臓を拾いに行くとしても間に合うかどうか。この招待状に書かれてる図書館とやらに行くぞ。本ってのが何なのかわかんねえが、選択の余地はねえぞ。藁にだってすがるしかない状況だ。これってただの自殺行為じゃないか。どんな場所かもわからないのに。どうせ金が準備できずに捨て犬にやられるのも、椿協会に捕まるのも同じだろう。生き延びたいなら黙ってついてこい。今のは招待状が見せてくれる過程の断片よ。訪問するゲストの話を垣間見ることができるの。覗き見ってことじゃねえか、趣味ありな。どんなゲストが来るのか事前に知っておける方がいろいろと楽でしょ。あと
これは私の意思じゃないわ。招待状の意思。招待状って素晴らしいですね。覗き見も誘拐もできて、犯罪に特化した道具じゃねえか。まったく、こんな機能あるんだし、まどろっこしくゲストなんか呼ばなくていいんじゃ。普通に覗き見しながら罠が仕掛けられた部屋に強制ワープさせて殺したらどうだ。それはダメよ。ゲストの意思で直接ここに来ることが確定した時にだけ垣間見ることができるの。それに招待状が完全に私の力というわけでもないの。私も借りているだけよ。まあそうか、都市でそんなうまくことが運ぶわけないよな。それはそうと、切羽詰まってるわね、あのゲスト。もしかしてあの文様とボロボロの内臓も招待状の効果か。まさか、全く関係ないわ。招待状はこちらで応対することになるゲストに届くだけよ。なら、あの奇妙な出来事は誰かの仕業ってことか。フィクサー生活は短かったが、あんな現象は初めてだからな。まるで遺跡の…遺跡？俺も聞いただけだから詳しいことは知らない。魔法って言うべきか。とりあえずそんなのが遺跡にあるって話だ。どうであれ、私たちはゲストを迎えるだけよ。程度が低そうに見えるけど、しょうがないよ。やつらは裏路地のチンピラというか、ゴロツキみたいなもんだ。ネズミって呼ばれてる。組織というには恥ずかしいやつらだ。金もないし力もない。その日暮らしで精一杯な敗北者たちだ。なんだか自己紹介やってる気がしてきた。裏路地知ってるの？そうなのか。知り合いに裏路地出身がいたの。裏路地出身といっても特別じゃないしな。裏路地は都市の欠陥みたいなところだし、むしろ裏路地出身じゃない人を探すのが難しいと思うけど。ここが図書館か。思ってたよりご立派な場所だな。もしかしたら金目のものが結構いっぱいあるかもね。歓迎します、ゲストの皆様。ここは図書館。私は図書館の館長兼司書、アンジェラと申します。ここではあなたが望むものを見つけることができますが、同時にあなたの大事なものを手放すことになるかもしれません。お前がここのオーナーか。ここにあるもん全部持ってってもいいってことだよな。その通りです。正確に言うと本を得ることになります。もちろんできるならの話ですが。その本ってのが金になるのかが。情報の価値が高ければもちろんお金にはなりますよね。マンチ、グズグズしてられっか。今はこれにかけるしかねえっつってんだろ。それではどうかあなたの本が見つかりますように。組織に属することがそんなに重要なのかしら。都市で生きていくためにはどうしようもないよ。組織でも何でも集団に属さないと生きていくには難しい場所だからな、この都市は。今日も無駄骨かよ。こんな雑用ばっかするためにフィクサーになったわけじゃねえってのに。この土底辺じゃみんなそうじゃんか。選ばれし人間だけが登っていくだけだし。それでも小さなことからコツコツとやっていけば希望の光が見えると思いませんか。そんな楽観的な考え方ができるとか本当羨ましいよ、フィン。いくらなんでも夜になる前に失踪した猫を探してくださいとかないでしょ。こんな寂れた事務所にはゴミみたいな仕事しか入ってこないからね。そうだろう、フィン。お前だってこんなことやりたくてフィクサーになったわけじゃないだろ。こんなところにいるべき器じゃねえよ、お前は。頑張ればいつかもっといい事務所に移籍したり、教会直属のフィクサーになれますよ。そしたらきっと。あれ、なんだこれ。ポケットに封筒が入ってました。招待状って書かれてますね。匂うな。こんなチャンスをみすみす逃すわけにはいかないわね。しかも書かれてることが本当ならこの本ってのに
教会が興味を示すかもしれないね。なかなか興味深いですけど、図書館って場所に何があるかわからないじゃないですか。とりあえず事務所に報告してから正式な仕事として片付けましょうよ。ゴミ事務所なんかに花を持たせてやるもんか。行かないなら俺たちだけでも行くぞ。フィクサーらしいけど知り合い？はあ？フィクサーだから知り合いかって聞くのはだな、道端で人を捕まえて知り合いかって聞くのと同じだ。二人とも人間だから知り合いでしょって聞くのとほぼ変わりないって。はあ、フィクサーの種類と数って本当に多いのね。そういうこと。代表、結構時間が経ったのに何の報告もありません。やっぱりあの図書館って場所で何かあったんですよ。跡形もなく行方をくらますフィクサーは大勢いる。死のうが逃げようが、これ以上連絡がないなら契約違反による事務所除名だ。そしてお前の言う招待状は証拠として不十分だ。紙にサインをしたら扉が現れてその中に入っていったなんて、成金のいたずらか翼の得意点に関する実験の可能性もあるな。このユン事務所ではそんなことに時間を浪費したりしない。僕はまだ救急フィクサーですけど、これは何か違う感じがするんですよ。さようでございますか。こんなに勘の優れた救急フィクサー様がこんな薄汚い事務所で働くなんて口惜しい限りですね。よく聞け青二歳、お前がまだ知らない狂ったことがこの年では息をするように起こってる。何が起こっても変だと思う余地すらないんだ。目の前で証拠を見せられないような仕事は着手する価値すらない。じゃあ代表の前に置いてあるその封筒は何ですか？何だと？このガキが何のつもりだ。僕は何もやってませんよ。ちょっと外に出てけ。ああユン事務所だ。今度こそいい感じだ。こいつらを向かわせるからちょっと金貸してくれよ。いや今度は本当にいい感じだって。お前の言う通り無駄かもしれないけどな。俺の方でもう一回確認はできる。あまり気乗りしないやり方なんだがな。そうだな、ぴったりのやつが一人いる。フィクサーは事務所を経由しないと仕事ができないみたいね。まあ形式としてはそうだな。俺の場合はワンオペだったからそうでもなかったけど、金には目がないのは組織もフィクサーも同じだからな。どうも世間知らずの子供まで利用するつもりらしいし。ここが図書館。うん、代表の言う通りならこれで教会の援助も望めるらしいね。頑張ってみるか。歓迎いたします、フィクサーのゲスト様。私は図書館の館長兼司書、アンジェラと申します。はじめまして、僕はユン事務所のフィンです。ここで本当に多くの情報が詰まった本というものが手に入るんですか？はい、もちろんですよ。あなたが招待状を受け取ってここに来たというのはそういう意味ですからね。どうかあなたの本が見つかりますように。はあ、いくらなんでもガキがバラバラになるのは見てていい気になれないんだけどな。前に言ったでしょ、この年でこのくらいなら非常に公平なやり方だって。都市では他人のせいで嫌おうなしに怒ることばかりって言ってたわね。でも図書館は違うわ。この場所に入ってくる者は死を覚悟し、望む者を得るために同意のサインをして入場したの。この過程でどこにも強制力は発生してないわ。全て彼らの選択と対価よ。まあそれはそうだけど、これはなんかずるいって思うんだ。最初にいろいろ吐き捨てていた割にはうまくやってくれているわね。初対面の挨拶があんな最悪だったのにどんな返事を期待してたんだ。
俺もびっくりしたよ。知らない場所にどさって落ちたら、初対面の人がいきなり手足を切ってきたし。最初は途方に暮れてたけど、何回かやってみたら、だいたいどうやってゲストを接待するかも分かってきたし、全く不満がないってわけじゃないけど。不満？またまたそうやって睨んできて、言葉も出ないな。いいから話して。いや、まあ、やっぱり一人で接待するのは疲れるって。一人ずつ来るやつらならまだしも、複数で押し寄せてきたら、あんな大勢をどうやって相手すればいいんだって感じだ。一人じゃ手に負えない時が来るかもしれないだろう。今はまだどうってことない。弱い組織ばかり来るからうまくいってるけど、それに感情を引き出すとかなんとか、ゲストを普通に殺すのもダメなんだろう。なんだその微妙な表情は。方法が全くないわけでもないわ。それが最善の方法かはわからないけど。君も出てくれるのか。いいえ、代わりに助けを借りられる存在がいるの。その存在ってなんだ。強力な力と能力を持っていたけど、今では息も絶え絶えで形すら維持できない存在。この図書館で俺とお前以外に息をしているやつは見たことないんだけど。あなたを手伝ってくれる司書と共に本の中で眠りについてるわ。彼らが住むのに最も適した場所に作り上げたの。司書？本の中の存在？今は私が教えた分だけ知っていればいいわ。図書館の成長に役立つという点が大事だから。ああ、まあそうだとして、その眠っている存在ってのがどうやって俺たちを手伝ってくれるんだ。本の中に入って閉じ込められた司書を出してくればいいわ。おそらくそれぞれ異なった理由で彼らの力に侵食されてるはずよ。彼らは非常に不安定な状態だから、私たちのことは信じてくれないでしょうし。俺たちを侵入者とみなすってわけか。ええ。そしてもし全ての試練を乗り越えたのなら、彼らもあなたを受け入れてくれるでしょうね。ほんとアバウトだな。今はすごく弱いんだろう。助けになれるのか。彼らが直接ゲストを迎えるわけじゃないの。彼らを理解し受け入れられるのなら、直接的にも間接的にも司書に力を与えるのよ。未だピンとこないし曖昧だな。とにかくそいつらが俺たちに試練を与え、その試練を乗り越えてこそ認められ、力を借りられるってことか。本の中に入るか。おとぎ話にでも出てきそうなやり方だな。あなたの言う通り、ゲストの感情を最大限に引き出すためには彼らの力が必要だから、成功することを願ってるわ。はいはい、どうして失敗なんかできましょう。フィンはやっぱり失敗したか。この先長くはなさそうだったしな。若造なんだからまともな改造施術を受けれたとか、せめて才能でも抜きん出てないと。でも結局はどっちも持ってない、身の程知らずだったってわけだ。愛想よくて可愛い子だったから気に入ってたんだけど、惜しいな。まあでもすぐ死にそうなやつってのには私も同意。それはさておき、おめでとう。ハッキーフィクサーになったから選択肢がちょっと増えただろうな。そう、だから気をつけてね。しっかり面倒見ないと別の事務所に移っちゃうかもね。事務所の家賃はもちろんだけど、最近は税金の工面にも苦しんでるって聞いたけど。フィンに任せた仕事が答えだろうな。さっき言ってた図書館と招待状の話のことにしても、どう手に入れたかもわからないのに急に現れたって聞いたけど。そもそも確実でないなら呼んですらいない。ここにまた別の招待状が来た。ふーん、そういうことね。今回の件はこの事務所にとっての死活問題だ。図書館はきっと金になる。これは俺の勘だがな。だから使えるものは全て投入する。さあかけてみよっか。ちょうど工房からなかなかいいもんを大枚はたいて連れてきたからね。
ゲストも覚悟が決まってるわね。あれに負けないよう、こちらも準備をしておかないと。事務所ごと攻めてくるとかな。虫けらみたいな事務所とはいえ、今の都市間の程度を考えるとちょっと覚悟するべきだな。もしあいつらがお前のいる場所までたどり着いたらどうするんだ。ゲストは準備された部屋以外の場所には行けないわ。そうなってるの、ずいぶん壮大な力に由来する空間だからよ。でも不思議なことに、あなたは私のいる部屋に来たの。招待すら受けてないのにね。それに私も自分のことを守れるくらいの力はあるわ。歓迎いたします、ゲストの皆様。お前がここの主だな。別に強くもなんとも見えないけど。ここに来たフィンってやつはどうなった？ああ、その方は本になりました。死んだら本になるってことか。失敗を承知の上で送られたというのに、今さら干渉にお浸りですか？黙れ。どうせ知った上で利用されて捨てられるのが俺らの人生だ。どうかあなたの本が見つかりますように。素晴らしいわ。特にユンというゲストからは意味のある本が出てくると思うわ。みんな飛んで火にいる夏の虫だな。ユンってやつも知恵を絞ってたみたいだけど、結局は欲に目がくらんで自分を見失って燃え盛る炎に身を投げたし、一度目覚めた欲望は抑えきれないほど押し寄せてくるわ。昔聞いた話よ。でもその欲望というのは真実なのかしら。笑えるな。周りくどく言うなって言ったくせに雲をつかむような話してるとか。どこかの司書さんが聞いたら腕と足をワンセット持ってかれるくらいには意味深だったな。はあ、早く本を分類しなさい。アンジェラの言う通り、本当にフロアが広がったな。こんにちは、俺はローランテ。アンジェラ、私まだ許してないから。アンジェラ、あんたは。その話ならもう終わったわ。あなたは黙って私に協力すればいいの。そういう取引だったでしょ。あと、せっかく手に入れた血の通う体も楽しむといいわ。人間の体をもらって私が喜ぶとでも思ったの？忘れないで、私はあなたに反対してるってこと。そうすれば。ふう、息詰まって死ぬかと思ったよ。こんにちは、歴史の会を担当することになった指定秘書、マルクトです。そんなに落ち込んでないようで何よりだ。何があったんだ？アンジェラとの間にまだ解決してない問題があるんです。でも私の考えがどうであれ、私はアンジェラの言う通りにしないといけないんですよね。俺と同じだな。理由はちょっと違うと思うけど。それで俺は何をすればいいんだ？ローランさんは私に本を持ってきていただければ。私は歴史の会を担当しているので、ローランさんが渡してくれた本の中で歴史と関係ある本を分類し習得していくんです。そうやって受け取った本を司書が読むと、少しずつ会と図書館が完全になっていくんです。今はまだ眠っている会とその指定司書も自然と目覚めるんです。他の司書は眠ってるってわけか。はい、大体は分かった。でもさっきものすごく怒ってた割には結構明るいな。火の粉がこっちにも降りかかるかってヒヤヒヤしたよ。事情はどうあれ、やるべきことは頑張ってこなすべきですね。アンジェラとの問題は今爆発したところで解決するわけではないんです。とにかく私には私なりに頑張る理由もありますし。オッケー、じゃあお互い頑張るとするか。はい。お前たち、脳髄は定期的に頭に注いどけって。の脳が乾燥すれば考えもパリパリに乾くからな。どうしてか
さ最近頭がパッとしないんだ。今度はどこへ盗みに行くの？俺は工房がいいな。工房ならお金もあるし、ついでに使えそうな部品も手に入るし。事務所はどう？事務所やおりくらいできたらちょっとは安心して過ごせると思うんだ。お、俺たちが盗みに行くような事務所は襲撃してもつまらないものしかないと思うけど。それならレストランに行こう。レストラン、美味しいのがいいな。この脳みそすっからかんが、どうして私たちがこんな鉄の体をこしらえたのか忘れたのか。食べたり痛いのに気を使わずお金儲けしようとしたからだろう。そうだ、めっちゃ耐えるためだ。この体なら脳髄と燃料だけ入れて修理さえすればいいから。なるべく喉の渇きとか飢えとか感じずにお金を集めることができるんだ。そうだった。大金をかけて全身ギターをこしらえたんだ。それでも不便だよ。食べる必要もないのに、ついつい美味しいものを食べた時の記憶が浮かんで食べたくなるんだよ。今は安物の工房から手に入れた擬態を使ってるからだ。もっとお金を集めればいい。そうすればこんな体じゃなくてもっといいのに乗り移れるから。くっそ高い擬態は欲求調節とか遮断機能もあって性能もいいらしいからな。でもそれって巣に家が一軒建つくらいの値段じゃん。それはその時考えればいいだろ。今はお金を稼ぐことだけ考えろって。結局は金が全てだ。だからレストランとか余計なこと言うなよ。食べたくなるから。なんか紙みたいなのが体に挟まってるよ。この体に感覚がないのはいいことだけど、こんな感じないとダメな時に感じられないのはイライラするな。どういう紙なのか見てみようか。さっきまでお前の体にはそんなのなかったし。もしかして僕たちが有名になりすぎたせいで誰かが送ってきた暗殺予告状とかじゃない？それとも、もしかして新メニュー試食券とか。組織だというのにあんな間抜けもいるの？もっとそれっぽいかと思ってたわ。組織によるな。都市にどれだけ組織がいると思ってるんだ。フィクサーの数だけ組織もある。ただ裏路地のやつらが集まってガヤガヤしながら看板を上げればそれが組織だ。やることもそれぞれ違うから特定するのも難しいな。ブサマね、あれは機械なの？見た目はああでも機械や人工知能ではないな。感情と欲求を持った純粋な機械は都市から消えて久しいからな。あいつらは全身擬態だ。見た感じ工房製の粗悪品だな。そうなのね。よし、じゃあゲストを迎える準備でもするか。この場所に金目のものがあるんだよね。怪物は一掃して本さえ持って帰ればいいんだ。今の体なら力仕事だけはうまくできるはずだし。金に目がくらんできちゃったけど、紙に書かれてることが全部嘘かもしれないじゃん。騙されたんじゃないかって心配になってきたよ。そんなことは決してありません。ゲストの皆様、この場所では
招待状に書かれた規則が徹底して履行されますから。びっくりした。皆様歓迎いたします。ここは図書館。私は図書館の館長兼司書アンジェラと申します。図書館では招待状に記載された本を得ることができます。試練を乗り越えられたらの話ですが。か、金持ちの遊興か。見せ物みたいなもんだろ。聞いたことある。裏路地の奴らを誘拐して出られない迷宮に閉じ込めて戦わせて、一生外に出られないまま死ぬって。ここまで来たからには負けられない。しょうもないこと言うな。ではどうかあなたの本が見つかりますように。鉄の塊に脳を入れるのはやっぱりいい考えじゃないな。弱い人間の体よりはまだマシじゃない。元の体のまま強くなる方法は結構あるよ。いや、むしろ選択肢がもっと多いな。入れ墨、擬態装着、薬物強化はいろいろあるからな。金さえあれば全部できる。でも体を機械にするのは一方通行だ。元には戻れない。擬態といえども結局人間と似た作りにしてはいけないからな。あとは人生真っ逆さまだ。それならどういう時に脳を機械に入れるの？一つは急に金が必要な時、自分の体と臓器を文字通り売りさばけば大金が準備できるからな。二つ目、長時間反復作業をする時、休まずに機械的な作業をするにはああいう体も悪くないって聞いたことがあるんだ。壊れてもすぐ交換できるし、直に欲求を調節できるからだろうな。長時間反復作業。新しい体でも作るのか。ちょっと昔のことを思い出しただけよ。あの仕事のせいで全身痛くて死にそうだよ。筋肉痛が思ったより長引いてるな。でも昨日はやばかったよね。だな。お前が新調した工房の武器、性能やばかったぜ。よしてよ、調子に乗ってはしゃいでたらことが大きくなって想定より20人多く切り裂く羽目になったじゃん。私たちの落ち度だから追加報酬ももらえなかったしね。ほら、またそうやって文句言う。最後には自分が一番盛り上がって暴れ回ってたくせに。マッカリンが筋肉痛なのもお前のことを止めようとしたせいだろ。それについてはごめんってば。そんなこと気にしなくてもいいさ。俺もお前らには何回か借りがあるからな。認めたくないけど今回は店員が正しいよ。みんなある程度は理性的になるべきだったの。フィクサーとして働いてる限り必要以上にことを大きくするのは良くないからね。殺し屋出身の俺たちが事務所に属してフィクサーをやってるとか、人生どうなるかわからないもんだね。この事務所も変わってるよ。私たちみたいなのを受け入れるんだから。代表が言ってただろ。組織が5万とあるように事務所とフィクサーも5万とある。その分個性がないと生き残れないって。服装規定も他の事務所と比べると刺激的だからな。だから俺たちみたいな騒がしい奴らばっかりいるってわけじゃんか。できる限り相手を残酷に切り裂いてよく見える場所に置いとけばいいから、みんな大喜びってわけだ。いつもやってたことだし。まあ最初はなんで事務所でこんなことするのかと思ったんだけど、相手への威嚇と警告の役割を果たすっていうから納得よ。実際結構効いてるみたいだし。だとしても今はまだポットでの組織や金のない奴が依頼してるみたいだしな。この事務所まだまだ道は遠いな。まあ事務所というよりかは烏合の衆みたいなもんだからね。代表から呼び出しが来た。新しい仕事があるから帰ってこいってな。
最近の事務所はあんなゴロつきも使い回すのか。普通に飽和状態じゃねえか。猫も杓子もフィクサーやってるし。それは自己紹介ではないのね。俺もこう見えて昔はそこそこ腕が立つフィクサーだったんだって。いろいろあって土底辺まで落ちぶれたけど。で、あなたはどんな仕事で生計を立てていたの？仕事を選ばずに何でもやってきた。身の丈に合った仕事ばかりな。へえ、そうなの。ってことはまともな仕事は何もできなかったのね。うわ、目を開けたら知らない場所だ。マジか。得意点とかなんとかってそういうやつか。最近驚いてばっかだな。歓迎いたします、ゲストの皆様。こんにちは。なんだよ、めっちゃ硬えな。どうやら体に金をそこそこつぎ込んだみたいだな。まだ本気を出す時ではありませんよ、そちらのお方。間もなく全力で暴れ回らないといけませんからね。あの丁寧な喋り方うぜえな。あんた人間じゃないよね。お、表情変わった。どうやら本当に人間じゃないみたいだね。驚きの連続だよ。都市で人間以外の知性体に出会えることは非常に珍しいってのに。そうだね、こりゃいい金になりそうね。あなたの本が見つかりますように。今回もよくやったわ。あのゲストのおかげで事務所というのがどんな場所かの理解が深まりそうね。そのなんだ、奴らが言ってたことあんまり気にするなよ。慰めてるつもり？慰めっていうか、お前が人間だとしてもそうじゃなくても俺は気にしないって。新鮮ね、そんなの久しぶりに聞いたわ。それも遠い昔、たった一人。まあ今は人間の時代だし。人間の時代？正確にはどういう意味なの？おいおい、そんな風に睨まれたって。俺もそんな知ってるわけじゃないって。人間以外の知性を持つ存在は都市から外郭に追い出された。正確な理由とかわからないけど、その一環でずっと昔に人工知能倫理改善案みたいなのもできたし、感情と欲望を感じることができる。つまり人間と寸分たがわない機械を作り出すことは昔でもできたからな。でもそれが問題だったんだろうな。人工知能倫理改善案のせいで機械はもちろん、擬態すら人間に似せて作れないからな。まあいくつかの例外はあるみたいだけど。彼らの言う通り、私は人間ではない、作られた機械よ。正確には私の設計の元になった人間がいて、その脳の一部を利用して作られた機械なの。擬態でもないのか？擬態なんかでもないわ、純粋な機械よ。脳が使われてるんだろ？脳の電子設計のコピーが使われたってだけよ。私の体はただの機械よ。うん、なんだかそんな気はうすうすしてたんだ。世間知らずってことは外の世界を見ないまま閉じ込められて生きてきたってことだろうし、だとしたら気をつけないと。特にいつかここから出ていくなら。お前は人間の姿で感情も欲望も持っていて、知性体としては完璧に倫理改正案を無視して作られたんだろうな。頭はそんな奴らをどうもうまく捕まえるからな。まあ頭ってのは都市全体を掌握してる陰気臭い奴らのことな。多分出会うことは全くないだろうけど、そもそもこの図書館って場所自体危ないからな。ここにいる司書もなんというか人間のように見えて人間じゃない感じもするし。あなたの言う通りよ、私は感情を持てるように設計されて、気の遠くなるような時間を終わりそうもないまま繰り返される舞台の上で過ごしてきたの。しかも終わったと思えば終わったわけでもなかったの。それにしてもお前を設計して作ったやつもすげえな。頭が決定した規則を破るなんて
よっぽど馬鹿げた理由でもないとやらかせないと思うんだけどな。結局頭のやり方で処分されるだけだから。あなたの言う通り、みんな死んだわ。それでも図書館は安全よ。安全であるしかない場所だから、出入りも自由にできない鳥かごのような。またまた自分で禁止したくせに雲をつかむようなこと言ってるよ。どういう意味だよそれ。いつかこの場所から出て、私をこんな目に遭わせた全てに復讐して、自由の身になるの。どっちにしろ俺は別に気にしないって。それはそれで、これはこれだ。どれどれ。こいつは2階の指定師匠イエソド、技術科学分野の本を担当してるんだな。こんにちは。俺はローランって言って、アンジェラの召使いなんだ。技術科学の会を担当することになった指定師匠のイエソドです。アンジェラとはまた違うタイプの冷たい視線を感じるのは気のせいだといいんだけど。なんだ、まさかお前もやっぱり嫌なことを言われたら暴力で解決するタイプなのか。ネクタイが緩んでますね。ありがとう。普通にいいやつだな。素直にアンジェラを助ける理由は何ですか。俺はまあ助ける以外に選択肢がないからな。マルクとも、そしてお前もアンジェラが気に入らないのか。当たり前じゃないですか。アンジェラは私たちの願いを最後に容赦なく踏みにじりました。ややこしそうな話だな。じゃあお前はなんで司書として働いてるんだ。そういう取引でした。取引だって。図書館の会が閉ざされて司書が眠っているってのもその取引と関係がありそうだな。ややこしい話は遠慮したいんだけどな。特に感情が絡むやつは。どっちにしろお前も俺もアンジェラを手伝わないといけないんだろう。そうです。じゃあこれからよろしく。ふい。これは握手。知らないのか。頑張ってこうって意味の握手。どうせこうなったんなら表情筋緩めてうまくやってこうってば。マルクトみたいにお前にも本を渡せばいいんだよな。そうです。私はその中でも都市の技術科学に関する本を分類します。あなたのすべきことと私のすべきことは明白になったので、この辺で帰っていただければ。はいはい、そうじゃなくてもちょうど帰ろうって思ってましたので。どうだ、本は役に立ってるか。はい、どうにか頑張って分類してます。幸いなことに成果ありって感じです。うん、それよかった。そういえばこの前言ってた血が流れる体とか、なんかアンジェラが言ってたけど、お前は人間じゃなかったのか。擬態みたいな体だったんです。もう取り返しのつかない時の姿だったんです。擬態施術を受けたのにここで人間の体に戻ったのか。それもすげえな。これも図書館の力だろ。はい、そうでしょうね。やっぱり図書館じゃ俺の知ってる常識が全部崩れてくな。でも戻ってきた体があんま気に入らないのか。いいえ、でもこうなることを望んだわけではないんです。前は何をやってたんだ。そうですね、昔の私って何でしょう。信じられないと思うんですけど、私にとってこれは3度目の人生なんです。図書館と司書にはたくさんの歴史が積もっているんです。3度目。なんか復活でもしたのか。厳密に言うと記憶が積み重なるのは3度目なんです。昔の私、こんな悩みは私も初めてです。こりゃまた難しい問題を抱えてるんだな。今のお前は何だと思うんだ。私はみんなの努力を棒に振った無責任なやつなんです。そして身の程をわきまえず間違いを犯した間抜けだと思う。
待て待て、どうして急に暗くなるんだよ。とりあえず落ち着けて、ゆっくり息を吸って、はあ、吐いて、はあ、吸って、はあ、吐いて、はあ、ちょっと落ち着いたか。はい、おかげさまで。ありがとうございます、ローラン。今すぐどうにもならないことに熱くなっても意味がないってことは誰よりもよくわかってるのに、やれることから頑張らないとですね。よし、俺も頑張るから、昔の自分って問題はゆっくり考えてみようか。ねじれに関して、花教会やツバイ一家から報告はこれ以上ないのか。はい、今はまだ事態を見守っています。ただ有力な候補はいくつかあります。都市疾病の夢の選択屋と昨日の約束、そして都市伝説の歯車の教団あたりです。どうも今一つだな。あと今回都市会談に指定された図書館という場所も候補に入ってます。上でも尻尾がつかめないから片っ端から手出ししてるようだな。本の整理にも結構慣れてきたな。どうして私に従うの。はあ、お前助けないと殺すって言っただろう。それに俺一人じゃここから出られもしないし。恐怖が原動力になってるようには思えないけど、私は多くの人が恐怖にとらわれて床を這いずり回る姿を見てきたの。それをもとに推測すると、あなたは死ぬのが怖くて手伝ってるようには見えないわ。何やってきたらそんなの見るんだよ。正直言うと俺もここで知りたいことがあるからさ。何を。お前はこの都市の本を集めると同時にたった一つの完全な本を手に入れるって言ったよな。それなら俺も手伝いながらいろいろと面白いものが見れると思ったからな。どうせ今出たところでやることもないし、どん底フィクサー人生の繰り返しだよ。そして何より俺も知りたいことが一つある。ここでお前を手伝っていればわかるかもしれないって思ってるんだ。利害関係の一致というわけね。そうね、私があなたを利用しているようにあなたも私を利用すると今。でも気をつけて、生半可な気持ちで利用するなら本当に死ぬかもしれないから。なんでそう物騒な言い方になるんだよ。そんな角を立てるとか昔なんかあったのか。聞かない方がいいわ。今度は手足がゆっくり溶ける羽目になるから。言葉も出ねえな。俺気になることがあります。質問いいですか。何する質問は選んで、警告はしたから。ここの師匠は一体何だ。人間ではないみたいだし、だからって機械や人工生命体でもないみたいだし。昔この施設でいいように使われてた幻想体という存在と職員、私と似たような存在よ。人間から生じて散々こき使われた末に捨てられたの。今もこき使ってないか。壊れてしまったの。まともな形を維持できないまま、すぐにでも消えるかのごとく薄くなってしまった存在を人間の体と本で縛り付けてるだけよ。私にできるのは私と師匠を自由にできる本を探すことだけよ。師匠も解き放つのか。そうしないとあなたもここから出られないと思うけど、あなたの体を修復するのにも同じ方法を使ったから。へん。これだけは覚えておいて、ゲストによって開かれる無数の本を集めていけば、最後には全てが記されたたった一つの本に至れると